それじゃあ。はい。そういや。昼間は弟の世話や家事があるから、働くとしたら弟も寝てる夜の方がいいかなと思ったの。それに夜のお仕事の方がお給料もいいし、親の借金の肩代わりとかしててお金が必要なの。なるほどな。心配してくれてありがとう。でも大丈夫、家族のためなら頑張れるし。弟には不自由させたくないからね。そのためなら多少のことならへっちゃらよ。そうか。なるほどな。そう言ってもらえると少しホッとするわ。ただ不安に思ってることがあって。ん？その優太が大きくなって私の仕事を知った時、ひょっとして、いや、きっと私のことを軽蔑するに違いないってそう思うの。え？やっぱりこのお仕事って社会的な偏見もまだ強いし、あんまりいいイメージがないじゃない。弟の優太も大人になって私の仕事が分かったら、きっといい風に捉えてはくれないんじゃないかなと。本当にそうかな。真島くん、そうだね。私が弟を信じきれてなかったのかも。前向きになれそう。ありがとね。そういや、欲しいもの？そうね、やっぱり父親かな。え？うん、私がお母さん代わりみたいになってるから、お父さん代わりになるような素敵な人が現れたらいいなって。なるほどな。真島くんもすごくいいパパになりそうだと思うよ。うん。真島くん、やっぱりいいパパになると思うよ。え？うん、真島くんの家族でいれて嬉しいな。いつか私だけの家族になってほしいけど。いいえ、何も。そういや、そうね、テレビゲームをすることが多いかな。ん？うん、知らない？
家のテレビにつなげて遊べるゲーム機、人気なんだよ。あ、そうやな。あら、じゃあ今度うちの弟と遊んであげてよ。私が下手だから相手として物足りないらしくて。はい。お疲れ。